もうちょっと顔ラインを上からちょっとシャギというか入れたいので、はい、チューブ TV。 はい、ほぼ白ですね。そうですほぼ白のグラデーションのアッシュのグレージュ。はい、でもちょっと1回しかブリーチしないで、まあその多分モデルさん前に近づけるのは2回3回のブリーチが必要なんですが、ちょっと申し訳ないので1回のブリーチでできる範囲かな。でダブルカラーでブリーチしてカラーしたいと思います。で長さはさっきちょっと聞いたんですけど顔周り少し切るんですね。顔周りをちょっと切って長さ変えないで、ダウンはになっていいんですか。その感じで大丈夫ですか。なればなかったやります。あとはイングラにするすごい簡単な方法が実はありまして、親指でずらすっていう方法があるんですけど、この番号を切るときに取れるかっていうと、この状態で親指を少しこう上げるんですね。そうすると中の毛が出てきますよね。でその中の毛が出てきたら少しこうやって親指をちょっとずらします。で中の毛が出てるんでそこを切るとインぐらいになります、ね、そういうような方法でカットしていきます。このように親指をちょっとこういうふうに極端に言うとこうずらす感じですね。そうすると中の毛が出てきて、その時はリフトしないで落ちる位置ですね。でリフトしちゃうと結局イングラ作れなくなっちゃうんで、人差し指は皮膚に当たってるような感じです。で、顔周りを多分彼女のみたいな感じのスタイルで普通にここつなげちゃうとかなり危険なんですね。なので、2ブロックでカットしていくんですが、まず、このサイドの毛はサイドの毛っていう感じで分けてカットしていきます。イヤーとイヤーのこの後ろの付け根の位置とバングの端っこを結んだラインをちょっと取っていきます。でサイドの毛はここで上から毛が被るようにした方が、小顔効果が出ますので、そういう感じにしていきます。なのでサイドは切るのはここだけというような感じですね。あまりつなげては切りません。なので、こっちも同様にイヤーとイヤーのつなぎ目のところをちょっとつなぎます。なので、上の毛はこうかぶさる感じでこの部分で、ちょっとカットしていきます。でサイドの毛、まあ、ショーボルタンでいってもいいんですけど結構まあサイド R2 で、ちょっと切って、あまりに少し短い毛をこの時は、ちょっと前に唇のラインぐらいに持ってきて、そこをカットしていきます。その時あんまり引っ張ってしまうと癖が死んじゃうのでなるべくソフトな感じに引っ張って唇の位置でカットすれば、おのずとちょっとつながっていくの でこちらも同様に唇のリップラインのところ で左右の長さをしっかり、合わせて、もうちょっと顔ラインを上からちょっとシャギというか入れたいので、ちょっと今度は鼻の高さぐらいまで一回持ち上げて、さっきのラインとつなげていきます。その時もカットラインが R 状になるようにつなげていかないと軽くなってしまってえぐれたカットラインになっちゃうんですよね。そうするとちょっとあまりかっこよくないんでちょっと丸くなるような感じに、引き出していきます。その時にあまりテンションかけないで切ることがポイントです。丸く切った方がちょっとかっこいいラインになりやすいんで、えぐっちゃうとちょっとシャギーが強すぎてウルフっぽい感じになっちゃうので、心配な場合はちょっとアイロンとか入れると左右の長さが確実に分かるんで、ちょっとアイロン確かめるっていうのも一つですね。ただあまり癖強い方は癖毛生かした方がいいんで、まあそのまま切った方がいいかな。でも切られてる方も顔周りって結構怖いんで一回アイロン入れて確認した方が非常に分かりやすいんで、でぼかす時は R2 そのまま縦に入れてもいいと思うんで R2 入れて、毛先だけ間引いていくような感じで余計なところを切らず、先から5センチ以内のところを、ちょっと束感を作っていって、毛先を集めた状態で R2 を入れて、
手を動かしていきます。その時に指で R 状に描いていった方が渦巻きになりやすいので、この指で、このように R 状を描いた状態でこういう感じに入れていく感じですね。そうしないと渦巻きに入りづらいので、内巻きの状態を記憶させていきながら鮭を編み込みます。そうすると顔周りにちょっとした、重さがある鮭のラインが作れるので、そしたら今度上のを下ろします。で中の方に、こういうのラインが入って上から重さが来る感じ。彼女の場合やっぱりちょっとその、全体の多分立った時のバランス的にここが長いとちょっとバランスが悪くなる。ここのウエイトだけ若干上げた方がいいんで、そこを上げます。これはもう簡単で、V ラインというか、V ラインで非常に簡単な方法を教えます。どうやるかと言いますと、R2 セニングできるんですけど、ここに V ラインを作ります。わかりますでしょうか。この V ラインの位置は、このセンターが頭の真ん中に来る位置ですね。ここで V ラインを作ります。で、この V ラインの位置をリフトしながら R セニングを入れていきます。この位置をのウェイトを上げていくんですが、こういう状態ですね。ここで、リフトしながら毛先10センチぐらいのところから毛先に向かって逆刃で入れていきます。逃がしていくような感じですね。こういう風にこれだけでウェイトがだいたい3センチぐらい上がるんで軽くなります。ここがで反対側もちょっとやっていきますね。軽いかすぐはい。でここに、はい、この V ラインを入れていきます。で、この V ラインのところをまた同様にこっちの方にやったままリフトして、ほんと簡単です。これで3センチ、この重さを3センチ簡単に上げることができるんですけど、10センチのところから手先に向かってセニング入れるだけで、このウェイトがこれだけでちょっと重さの位置が上がることによって彼女の似合うラインに変わって、彼女は伸ばしてるんでこのレングスはもうあんまり切らない方がいいん で、ただ今毛先はバツって切ってるだけなんで、同じように毛先の方は R 状にこう描きながら毛先の3センチもしくは5センチそこの部分を少し間引いて、カッターもそれぐらいでいいかなと思うので、ここをちょっと今揃いすぎてるんで、揃ったラインのところをちょっと間引いて、ちょっと重いけど軽いような質感を作っていきます。ただこれは5センチ以上入れちゃうと跳ねるようになるので、重さでちょっと動きをストップするような感じにしたい。2、3センチから5センチ以上は奥に入れないようにして、そうしないと肩で跳ねちゃうので毛を曲がらないようにわざと指導するようになるんですかね。こっちので結構跳ねる向きがあるので、例えばこっち側だとこういう風に跳ねちゃうので、ポイントとしては跳ねないようにするには反対側にねじりながらこれを入れていきます。ちょっとこっちはもう入れたんですけど、こういう風にやっちゃうと余計跳ねてしまうので、入れるとすればこれを反対にねじります、ね、後ろにねじりながらこれを入れていくことによって、それがカットで記憶されるのでちょっと跳ねづらくなります。これをこっちですね。まあ多分この辺は結構跳ねやすいんでちょっとあれなんですけど、でこっちはあんまり跳ねないので、まあ、通常にまっすぐに入れていいと思います。癖の強い方だけ、跳ねる反対の方向に向けて、指で R を作りながらやっていきますね。でバックを切るときはやはりここは下を向いてもらって中の毛を出した方がいいんで、下をちょっとごめんなさい、大丈夫ですか。いやちょっとゾワッとしてます。あ、大丈夫ですか。いや大丈夫です。なんか腰が痛くなった時に、あ、すいません、大丈夫ですか。たまになります。はい、言ってくださいね。取られてる時にたまにジョワってなる時に神経がね痛い超痛いですよね。あんまり喋らなそうな感じするけど意外と喋ますよね。もぐちそうなイメージあるけど、まあ、あれイメージあるけど俺知らないけど、なんとなくイメージね。第一印象喋らなそうです、ね、うん、意外とそう、意外とそうだけど意外とそうくないんだね。本当うるさいんですか。うん、わかる。で前髪、ここも揃いすぎてるんでそこを、ちょっとやっていくんですが、可愛くしていきたい場合は縦にバツバツで、自然に剃りたい場合は引き出して、やっていくんですけど、こっちもいいかな。なんか自然にしようかな。
なんかまあバツバツって可愛いのも似合いそうだけど、はい、なので、まあ、最近やるシースルーバングの切り方ですけど、縦に引き出して、下と上のところですね、ここが切らないし真ん中を切るという方法で、10% 以下のセンニング、これは T2 センニングなんですが、これでちょっと間引いていく方法ですね。はい、まあ束感も作れるし結構使いやすいやり方なので、それで今日はやります。であとは、ちょっと引っかかるんでトリートメントカットしていきたいと思います。それをしたらちょっとゆっくりやりすぎた。で、トリートメントカットして、内巻きをちょっとイメージしながら、ちょっと板、毛先のダメージのところをこれでカットしていきます。まあ、これによって先ほど毛先に入れたセニングの部分も綺麗にヤスリかけたような感じになっていくので、より馴染む感じになる。あともう1個ポイントがあるとしたら、顔周りとこの辺は2ブロックの状態でカットしてるんですけど、トリートメントカットすることによって面がフラットになるので、なんとなくつながっていきます、全体的に。そういう効果もありますね。これは今イングラに、ちょっとヤスリをかけてる感じになります。ここもですね、ちょっとこだわると、まあ、奥が深いんですけど、このままやっちゃうとどうしても右利きの人はこっち側が入れちゃうんで、これ余計跳ねるようになるんですね。なのでちょっとこっち側を入れるような感じにして、毛が後ろに行くような感じにしていかないと跳ねちゃいます。なのでちょっとバック側を入れるような感じにして、前に跳ねないような感じに作っていった方が、体の位置がちょっとねじる感じになっちゃうんですけど、多分左利きの方が、左利きだったら問題なくはこの辺は大丈夫ですね。はい、表面も結構ダメージが出てる毛があるので、そこも綺麗に整えていきます。はい、で毛先はちょっとイングラをイメージして脱力をかけていかないとダメなんで、はい、これで分かるでしょうかね。ここは跳ねやすいんで、表面やるときはバックにはねじってるのは、慣れてくるともう無意識でやってたり、ここ今無意識でやってたんですけど、こういう風にこう考えなくてもできるようになってくるので、やっぱり V ラインを入れたことによってウェイトの位置が結構上がったんで、さっきの V ラインは結構使えると思います。やってください。わかりました。でこのアイロンもやっぱり反対側に入れるようにした方が背を、まあ、抑えることができるので、はい、使うのワックスはオカピアっていう、春の渡辺くんが作った酸っぱい匂いです。酸っぱい匂いです。さっき別に切った2ブロックで切った中の、短い毛だけにちょっとワックスを、結構ワックスウェットになるような、オイル系のワックスをちょっとつけてあげると雰囲気がちょっと変わりますね。ちょっと入れておいてください。で顔周り結構ちょっとウェットに仕上げて、あとドライに仕上げてみるとかもいいかなと思うので、こういう風な感じでちょっと仕上げてもいいかなと思います。ワンブリーチして、まあそれなりには抜けたんですけど、まあ、白くするにやっぱり2回抜いた3回ぐらい必要かなと思います。まあここから色の変化をちょっと楽しめるかなと思いますので、はい、顔周りは2ブロックでカットして、上から重さでかぶせて、奥行きが出て、顔前に影ができるような感じで、サイドと、トップの方をつなげないであえて切りました。で、ウエイトの方を耳上のところをちょっと上げて、少しポイントを上に来るようにちょっと変えてみました。はい、です動画1000個ぐらいあるんで、皆さん過去のやつをぜひちょっと見返してみると、関連動画からいろいろこういけますので、関連動画からいろいろ見ていただければ、なんか気づきになるかなと思います。じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ。
さよなら。